はいどうも大勢秋葉でございます。はい、皆さん、えー、お元気ですかね、えー、今日もやっていこうと思いますけどもね、えー、今回はですね、えー、タイトルにある通り、チューブ入門ということでね、もう夏が来たという感じでお届けしたいなというふうに思います。ちょっと緩くね、チューブのなんとなくこれまでの活動というものをね、振り返っていこうと思います。僕自身、チューブはね、大好きでね、もう夏が始まった、 このなんていう6月、7月のあたりからですねやっぱこの夏だっていうのをねやっぱ自分の体にこうね感覚的にこう染み込ませるためにチューブを聴くというねサマードリームを聴いてこうなんか夏を迎えるというような感じでですね。まあ あのねと,とは言っても今年の夏はねちょっとコロナでねどうなのかわかんないですけどもね今日もね130人とか131人とかすんごい感染者がねやっぱ増えているというような状況でねねまあねやっぱおうち時間というものがすごいねやっぱり騒がれる、えー、昨今でございましてね今日はですねちょっとお酒を休みなんでね今日はあのお酒を飲みながらね日中から飲みながらやっていこうと思うんですけどね今回。 あの、金沢にね、この間行ってきましたっていう、あの、VTR 出したんですけども、まあ、それで、そこの金沢で買ったね、この、梅スキーっていうね、あの、ウイスキーと梅酒を混ぜた、えー、この、お、あの、ものを飲んでるんですけどね、一応梅酒なんですよね。でも、ウイスキー仕込みの梅酒って書いてますね。富山県で作られてるって感じですかね。すごいね、飲みやすくて美味しいんでね。 今日はちょっとこれを飲みながらね、えー、やっていこうと思います。ゆるーくやっていこうと思います。ということで、チューブ入門ということでね、まあ夏が来たらチューブを聴きたいということでね、本当にまあもう僕もチューブはね、もうほとんどの曲大好きなぐらい大好きでございましてね、あのチューブといえばですね、えー、シーズンインザサンとか有名なところでというかガラスのメモリーズとかね、えー、あとはですね、まあそれこそサマードリームなんかもそうかもしれませんがね、あとまあ夏を抱きしめてとかね、えー、夏だねとかね、まあすごい名曲、夏といえばチューブというような名曲 がありましてねやっぱね夏といえば出てくるアーティストといったらまあもちろんチューブが一番最初に出てくるのかなそれと同じぐらいにサ,サザンもね出てくるのかなしばしばサザンとこうね比べられることが多いみたいなのがあってねあの2008年の真夏の大感謝祭っていうサザンのねあの活動休止前のライブでですね同じ日にねチューブもライブをやってたというような感じでね結構その縁が深かったりね桑田さんもね自分のこと偽チューブですとかっていう風にネタっぽく言ったりして何ていうかすごいやっぱり相性があるみたいな感じで、ね、ものすごく、えー、似てるというか、まあ 似てるというかそのイメージが似てるだけで全然その曲の、えー、音楽性もそうですし何というか、えー、なんかもうその全てが違うんですよねまあ、ただねやっぱ比べられることが多いということでね はい、ということでですね、チューブでございますけど、メンバーが前田信てるさん。はい、メインボーカルでございますけどもね、この人の歌声、声量、そしてね、なんと言っても、えー、ヘビースモーカーなのに歌が上手いという感じでね、もうほんと大尊敬の、えー、方でございます。はい、そしてですね、ギターの春畑道也さん、えー、すごいギタリストです。そしてベースの角野秀幸さん、えー。そしてですね、えー、ドラムの松本良二さん。 もともとそのチューブというそのバンドの由来というのはですね、あのー、チューブライディングっていうあのサーフィン用語がね、あるらしいんですけど、僕はあんまサーフィンしないで詳しくないんですけど、えっ、ー、と、チューブライディングっていうそのサーフィン用語からチューブという風に名付けられたという感じでございます。でですね、まあ、そのもともとザ・チューブという風に活動していたり、その前だったらパイプラインというね、えー、名前で活動していたりとかしてですね、まあ、最初から結構海というかね、えー、なんかそういった意味性をね、思わせるような感じでございますけどもね。でね、チューブって大体の曲をね、あの作詞が ね前田さんが行っていてですね作曲は春畑さんがね、えー、行ってるという感じでねあの最初の方はですねあのチューブはねもう名曲シーズンインザさんを作った、えー、小田哲郎さんとかねえー、まあその人たちがねやっぱ最初作ってたんですけども80年代ぐらいに入る80年代後半とか90年代に入ると自分たちで作詞作曲するようになったというような感じでございますチューブって先ほども言いましたけどすごい夏っていうイメージがねやっぱ強いんですけどもまあ、冬もね結構、えー、曲を出してたりしてですね冬でごめんねツアーとかねまあそういったものも行っていると ということでねまあ式を問わずねいろいろ活動的なアーティストでございますけどもハワイハワイ あるじゃないですか。ハワイでですね、6月1日をね、チューブデイという風にね、デビュー、デビュー日の6月1日をチューブデイという風に決めてね、そこでライブをやったりとかしてね、もうかなり活動的でございます。どういった経歴があるのか見ていこうと思いますけども、まあメインボーカルの前田さんはですね、まあ高校時代からあのビーイングというまあ事務所に通ってですね、音楽活動をやってたわけでございます。あの、神奈川県のね、ライブハウスとかで結構活動していてですね、前田さんのね、えー、学生時代からの友人である角野さんもですね、えー、神奈川県のライブハウス ハウスを中心に活動していたということでございます。角野さんがね、あの高校時代にキャバレーでね。音楽活動をやってた時に、こう友人づてにね。前田さんを会ったということでございますけどもでですね、えー、ドラムの松本さんはですね。あのー、角野さんのね、えー、同じ部活の後輩ということでございましてね。そしてですね。そのビーイング、主催の音楽祭を通して、えー、知り合ったですね、えー、まあその4人がですね、えー、プロ前提としてね、えー、アマチュアバンドを結成するということが、ここが始まりだということでございます。そして、ね。 で,ですね、1985年にね、メジャーデビューするわけでございます。ベストセラーサマーという曲でね、この時にですね、あの夜のヒットスタジオデラックスにね、初出演したんですけど、この時はもともとね、そのチューブ出ることはなかったんですよ、もともと。ただ、もともと出演していたバンドさんが、あの、急遽、えー、出れないということでね、あの、急遽ですね、あの、チューブを出そうということでですね、あの、その時ね、チューブの人はですね、まあも,も、もちろんそんなね、テレビ撮影呼ばれてないからですね、湘南のビーチでサーフィンしてたらしいんですよね。 で、その、サーフィンしてたら、その、ビーチのアナウンスでね、あの、4人が呼び出されてですね、あの、本番10分前にね、あの、フジテレビに、こう、駆けつけて出演したということでね、まあ、そういった話があってですね、これがきっかけでね、チューブというのが世の中に出てくるような感じでございます。そしてですね、このぐらいからですね、あの、ビーイングの中の、えー、作家たちが、えー、曲を書くようになって、そこで、まあ、完全にプロデビューして、色い々ろいろこう、テレビとかに出演することになるというような感じでございます。はい、そしてですね、この時はね、ザ・チューブというようなね、えー、バンド名でやっていたんですけども、 もう1986年にあの超名曲サードシングルシーズンインザサンをリリースしたわけでございますここでチューブという風うにバンド名を変えたというような感じでございましてねあのこの時はですねあの小田哲郎さんがね、えー、初作品をリリースしてるんですけども、えー、小田哲 小田哲郎さんがね、こう、外部として、えー、提供の作品を作るっていうのはね、初ということでね、えー、すごいね、えー、まあもちろん小田さんのね、曲たちというものは、名曲だらけでですね、まあ最近 YouTube なんかでも小田哲郎さんのチャンネルがね、僕結構好きで見てたりしててですね、まあすごい、やっぱ、踊るポンポコリンを作ったり、愛川七瀬さんの歌を作ったり、ね、キンキキッ k の僕の背中には羽があるとかね、まあめちゃくちゃ有名な曲作ってる、もう素晴らしい方でございます。突然とかめっちゃいいですよね。まあ小田て郎さんがですね、まあそこの作品を作って、シーズン さんが大ヒットしますということで30万枚を超える大ヒットですからねはいということでベスト10のねランキングでもねトップ10入りをするわけでございますそしてですねまぁベスト10の常連になっていくというような感じでございますそしてですね1987年前田さんはねルーズで春畑さんはドライビンでですねソロ活動を始めるということでねいきなりソロ活動をやると結構早いですけどもまあねただですねまぁバンドはずっと続けていてですね1987年の5枚目のシングルとしてねサマードリーム僕の大好きなサマードリーム をねえー、リリースしたわけでございますということでねすごいねあのー、この時期からやっぱ夏というような、えー、ものは定着してたんですがただですね夏とは関係ない曲も出しててそれもヒットを生んでですねまあなんか、まあ、夏といえばチューブだけど他にもいろいろな、あのー、夏以外の曲も書けるよねというような感じが芽生えてくるわけでございますそして1987年ぐらいからね渚のオールスターズの活動を始めますこの渚のオールスターズっていうのはね、えー、すごいですねあの釜谷津博さんとかねまあ小田哲郎さんもそうなんですけどもまあ、そういったね えー、まあ、その、チューブの周りの方々っていうか、ま、あその関係者とかがですね、まあ、この組んで、えー、バンドを組んだというような感じでね、この渚さのオールスターズの曲もめちゃくちゃいいですので、ぜひ皆さん聴いてみてください。1988年にビーチタイムをリリースします。このビーチタイムめっちゃ名曲ですよね。えー、なんかね、スマップと一緒に歌ってるのをね、なんか一回見たことがあると思いますけどす、ビーチタイムめちゃくちゃいいんですけども、ただこの1988年にですね、角野さんがですね、あの、交通事故を起こしてしまったんですよね。あの、一緒に乗っていた女性が亡くなってしまうというような 感じでここでちょっとね活動自粛してしまうんですよねあのあの角野さんがねまあそういったことがあってですねまあそのベースなのでねその代わりにですね、えー、ベースはですねあの栗林誠一郎さんがね代役を務めるようになったわけでございます、えー、この栗林さんもねめちゃくちゃチューブの曲とかに関わってるような方でございます翌年のですね1989年の5月に角野さんが、えー、復帰したという感じでございますけどもでその同年1989年にサマーシティをリリースしますということでこの時期ぐらいから完全に 作詞作曲をチューブ自身でやり始めるというような感じでこれまで小田哲郎さんであったりとか、えー、いろんな方が提供されてた曲を歌ってたんですけどもここぐらいから自分たちで作詞作曲を始めるということでございましてそして1990年にああ夏休みをリリースしますこれももう名曲ですよねチューブの名曲ナンバーワンと言ってもいいぐらい 名曲でございますけどね。これをリリースするわけでございますけどもね。はい。そしてですね、1991年、さよならイエスタデイをリリースしてですね。まあね、あの、ちょっとね、その、あー夏休みとその、さよならイエスタデイってね、なんかちょっとラテン系のリズムがあってですね。まあちょっとね、その、す、 てここですごいこの、あ、夏休みもね、すごいね、あの、本当に売り上げ枚数50万枚をね、えー、突破したということです、すごい売り上げでございます。本当にこれも名曲でございますよね。夏になったら僕車で必ず書ける一曲でございますけども、で、1993年に紅白歌合戦に初出場ということでございます。そして、1994年、夏を抱きしめてをリリースということで、僕も大好きな曲ね。えー、この曲ちょっと泣けてくるよねっていうぐらいです。 you <laughs> すごいい曲っすよね。あの、なんか夏の感じもありつつ、ただちょっと切ない感じもありつつ、ただ後半に行くにつれ、この恋愛に対する希望というものが膨らんでいくというかね。なんかまあいろんな考え、感じ方があるんですけども、これがですね、なんとですね、3週連続オリコンチャート1位となってシングルでは、チューブ最大の初動売り上げということでございましてですね、チューブシングル曲で最大のセールスをヒットしたということで、100万枚売り上げいっちゃいましたね。すごいことになるございますけどもね。そして 年に入るとですね、えー、ハワイでね、ハワイのみで、チューブズ・ウィズ・フレンド名義でシングル、シャララ・リメンバー・ミーを発売してですね、現地のチャートで4位を獲得ということでね、結構海外とかでも活動していきますけども、そしてですね、えー、ハワイのですね、アロハ・スタジアムにて日本人アーティストとして初めてのコンサートを開催するということでございまして、2万1000人の動員したということでですね、まあこの、やっぱ海が似合うハワイでやっちゃうあたりがチューブらしいなというふうに思いますけどもね、あの あの、僕、91年に発売された湘南マイラブ。僕、これ大好きなんですけどもね。僕、さっきから大好きとしか言ってないですけどね。湘南マイラブが目覚ましのね、曲にタイアップと使われたりとかしてですね。そこでさらにまた売り上げたということでございます。この湘南マイラブね、めちゃくちゃいい曲じゃないですか。あ,あの、なんかね、ちょっとね、あのー、僕がね、恋愛をした,った時にね、女の子と湘南にデートした時に帰り道に聞いた湘南マイラブ。 恥ずかしい話でございますけどこれはすごい僕大好きなんですよね、はい、そして2004年にですね、えー、その韓国で日本の音楽が全面解禁になる時に、えー、そのソウルでねスペシャルカウントダウンライブで日本人アーティストとして初出演というすごいですよねなんかすべて初とかが多いですよねはいということでそしてですね2004年に、えー、湘南海岸でですねライブイベントを行ったということでございますということでですねそしてまあ藤沢駅の発車音とかにね えー、まあ、使われるようになった、えー、チューブの曲が使われるようになったというような感じでございます。はい、ということでですね、まあ、軽く一連のね、チューブの流れをね、お伝えしてきましたけどもね、まあ、夏といえばチューブということはね、やっぱり拭えない事実であり、それと同時に、やっぱり僕にとってチューブっていうのは、やっぱりこの年齢とか関係なく思い出の曲だったりするんですよね。なんかその、やっぱ恋愛とかね、そのデートとか、なんかこういうものっていうのは結構海っていうものとか夏というものがすごいやっぱり印象づくような、 イメージあるんですよねなんかもちろんそのクリスマスとか冬とかいうね、そういうのもやっぱ恋愛の中では大きななんていうか時期ではあるんですけども、やっぱ僕の場合この恋愛を、恋愛といえばこう夏というイメージがやっぱり強くて、なんかそこでね、なんていうかこの切なさもありつ、ただこの夏が始まる時のこの恋愛というか胸の高鳴りというものをね、こう代弁してくれてるかのような、えー、まあ曲が多くてですね、僕はすごくやっぱチューブ大好きでございます。本当にね、もう最近なんかでもバリバリ活動しておりますのでね、皆さんこの夏が 始まる前あのねどこにも行けなくてもその心の中だけでは夏を体感していただきたいということでですねチューブぜひ皆さん聞いてみてくださいということで皆さんコロナウイルスを気をつけてくださいということで以上ですありがとうございました